ジャルジャルの単独ライブに行くべき理由っていうのを、皆様にシェア、紹介したいなと思ってます。まあ私もね、ジャルジャルの単独ライブにはもう何回も行ってて、でもちろんこの見られてる方は、すでにもう行かれてる方もいらっしゃると思うんですけど、まだ行ったことがないっていう方も、多分中にはいらっしゃるんかなっていうふうに思うんですけど、その方々に、なぜジャルジャルのライブに行くべきなのかっていうのを、私なりにまとめてみたので、今日はそれをね、紹介していきたいなと思います。今回はこうくくりとしてはこのジャルジャルの単独ライブっていう、今ちょうどあの愛が中っていうね、単独ライブやってるんですけど、ジャルジャルの単独ライブに行くべき理由っていうところなんで、ジャルジャルのライブっていう形で、あ、こういう理由で行くべきなんやっていうのを、見てもらえたらなと思ってますので、よかったら最後まで見てもらえたら嬉しいと思います。それでは早速紹介していきます。まず、ジャルジャルの単独ライブに行く理由、一つ目としては、生のジャルジャルが見れるということなんです。当たり前なんですけど、生でジャルジャルを見れるんですけど、その中でも2時間、ジャルジャルしか見れないっていうことがすごいことだなと私は思ってて、全国に劇場があるんで、吉本のライブ自体はたくさんしてて、やっぱその中で、いろんな芸人さんが出るライブってあるじゃないですか。新喜劇プラス漫才とか、まあ、若手の芸人さんが出る、その中でゲストでジャルジャルが出るみたいな、っていうのは、もちろん私も好きなんで行くんですけど、それってでもただ、1個のネタしか見れんって感じじゃないですか。だけど、単独ライブって、それを2時間全部ジャルジャルで見れるって、ジャルジャルで見れる、ジャルジャルを見れるっていうことが、ほんまに最高ってことなんですよね。この生でジャルジャルをしかも2時間堪能できる。もうこれだけでまず価値があるっていうところ。で、プラス、私お笑い好きなんで、そのお笑いの芸人さんのライブ、単独ライブって何回かね、行かせてもらったことがあるんですけど、人によるんで、これはもう、全員とか、若手の人がそうとかじゃないんですけど、結構若手の方は、ゲストを呼んで単独ライブしますとか、そのネタの間にコーナー挟みますみたいな。っていうのが、今まで見てきた芸人さんの単独ライブの、こう、形だったんですけどね。ジャルジャルって、2時間にコントしかしないんですよ。やばくないですか？コントで2時間終わると。で、今特にもうなくなったんですけども、昔は、そのネタを2時間した後に、あ、今日ありがとうございましたって、こう2人が出てきた、出てきてたんですけど、今はもう本当にもう完全に、一個のストーリーみたいになってるんで、もうほんまにそれが終わったら、はい、終わり、みたいな。あ、最後にジャルジャルがこう、ジャルジャルとして出てこないというか、っていう感じになったんですけど、こう2時間見れるってほんまにやばくないですか？ネタしか見れんってもう、ファンからしたら贅沢じゃないですか。で、私、その、昔、東京03のね、あのライブにも行ったことあるんですけど、東京03もそんな感じだって、やっぱコント師はこうなんや、みたいな。本当に全員がそうっていうわけじゃないんで、言い悪いって言ってるわけじゃないんですけど、あ、やっぱジャルジャルのネタを見に行ってるんで、ネタしか見れん、この2時間って贅沢すぎる、みたいなのが、もう一つの理由として挙げるんですね。あと、そのお笑いライブに行くことがちょっとまだためらってる方は、よくあると思うんですけど、一人で行っても大丈夫なのかっていうことですよね。一人で行っても大丈夫か。私は全然大丈夫やと思ってます。なんなら私も単独ライブ過去に、一人で全然行ったことありますし、もう、全然いますよ。だから全然それはね、行けます。はい。全然行けるし、で、特に今とかやったら、男性ファンの方も多いじゃないですか。最近やってないと思うんですけど、昔って結構、ほんまに9割女子やったんで、見に来てた方々が。だから結構男子がおったら、なんか珍しいって感じなんですけど、今は、もう本当にもっと男子も行きやすいし、一人で全然行けますし、ほんまに行けますよ。全然行けますよ。なんで、こう、物理的に、例えばなんか距離が遠くて行けへんとか、なんかその金銭面的にっていうところに関しては、今回ちょっとその参考には全くならないんですけど、まあ、今挙げたところに関しては全然問題ないっていう感じですね。で、最後に、まあ、行くべき理由としては、単独ライブが終わった後に、まあ、グッズ販売があるんですけど、このグッズが結構単独ライブとこう、なんていうの、単独ライブのキャラクターとかネタに寄り添ったものなので、グッズに対する愛着もめちゃくちゃ湧くんです。はい。まあ、ただグッズを買うっていうことももちろんね、楽しめるんですけど、単独ライブ行って、ほんでその
その後に単独ライブのグッズを買うっていうことの方が、まあ私的には、関連づくというか、あ、これのやつや、とかっていう風にわかるから、愛着もより湧くかなっていう風に、私は思ってます。ということで、ジャルジャルの単独ライブに行くべき理由というのはね、話させてもらったんで、単独ライブに行くっていうことを試してもらいたい。だいたい単独ライブ行って思ったらね、もう別にお笑いのライブも一人で行けるんですよ。冬のライブはもうちょっとで終わっちゃいますけど、行ったことがない人がもしおったら、ぜひ、もうおすすめとしか言いようがない。まあ、そんな感じでね、思ってるので、準備 100% の新ネタが見れるんで、ぜひ行ってみてほしいなと思ってます。ということで、今日もここまで見ていただきまして、ありがとうございます。ぜひチャンネル登録はまだの方はしてもらえたらっていうのと、コメントとかいいねもぜひ待ってます。ということで、今日もありがとうございました。バイバイ。